宮越薫九月14日は、日本の政治家、上越市議会議員、元新潟県議会議員、元上越市長、元官僚、新潟県旧高田市出身、新潟県立高田高等学校、中央大学小学部卒業、大倉省を退官後、中曽根派幹部、渡辺道夫の秘書を8年務めながら、 衆院選に3度出馬したものの、いずれも落選した。宮古氏が出馬した旧新潟県第4区は、定数2を、自民党、木曜クラブ形成会の高取治と、当時自民党、高知会だった、白川勝彦、さらに社会党の筒井信高の3人が激しく、争っており、宮古氏は、この3度の選挙すべてで4位と敗れた。 三度目の落選直後の1993年11月より、出身地の上越市長に就任、強力なリーダーシップで副市長制導入や、情報公開条例の制定などの改革を実行した。しかしその反面、積極的な開発政策を実施した結果として、資材残高を増大させ、資財政を上越市成立以来最悪の危機に陥れたことや、 リーダーシップに対する反発なども見られた。さらに、2期目に、セクハラ問題で酷訴されたことや、ゴミ処理施設の解体工事をめぐり訴訟合戦になるなど、半宮越の機運も高まった。その結果、3期目を目指した2001年10月28日投票の市長選において、自民党の一部が、木浦正幸県議を対抗馬として擁立し、 宮古市は現職であるにもかかわらず2万票余りの大差で落選となった。その後、2003年4月の新潟県議選に当選したものの、翌年10月の新潟県知事選には4位落選、さらに全国最多となる1市13町村の合併後に行われた2005年10月30日投票の上越市長選で、再度、木浦に大差で敗れた。 2007年4月の新潟県議選、上越市選挙区に、宮古市が再度出馬するとの憶測もあったが、出馬を見送った。宮古市は2005年の衆院選への出馬に意欲を示していたが、自民党の公認を得られなかった上後演会の反対もあり、出馬を断念している。2009年、二度上越市長選を戦った木浦正幸市長が、 同年10月25日投開票の上越市長選挙への不出馬、引退の意向を明らかにし、村山秀幸副市長を後継者に指名。一方宮古市は同年5月27日市長選再出馬を表明した。さらに、大島政次、上越タイムス社代表取締役会長兼上越ケーブルビジョン社長の女性大島誠。 上越タイムス社社長も名乗りを上げ、保守系三候補による選挙戦となった。参議へとも第45回衆議院議員総選挙の結果、国政与党となった民主党に支援に要請したものの、民主党は自主投票を決め、同じく与党となった社民党も自主投票となった。自民党はすでに参議へそれぞれに、党員、指示者が分かれていたことからこちらも、 自主投票となった。投票の結果、村山が、他に候補に2万票以上の大差をつけて当選。宮古市は、村山の半分の得票にも遠く及ばず、再開で落選した。2010年、かつて秘書として仕えた、渡辺道夫の息子、渡辺義美が党首を務めるみんなの党に参加。同年2月、みんなの党のお強共生支部を設立し、支部代表となる。 同年4月、みんなの党公認候補として、第22回参議院議員通常選挙に立候補することが内定し、党参議院比例新越支部長に就任。みんなの党の比例代表候補となることが発表された。17年ぶりの国政選挙立候補となったが、結果は、個人票が2319票と低迷し、落選に終わった。 政界引退との方も流れたが、自ら記者会見しこれを否定。引き続き党支部代表の職に留まり、政治活動を継続すると表明。次期統一地方選挙や衆議院議員選挙に際し新潟県内に、みんなの投稿人候補者を擁立する方針を示したが、同党は2014年11月に解散した。2015年11月3日発令の、 平成27年秋の叙勲で、極日総交賞を受賞した。2020年4月19日、上越市議会議員選挙に無所属で立候補。同月26日の投開票の結果、第1位で初当選した。2021年10月31日投開票の上越市長選挙への立候補が取り沙汰されていたが、上越市長選への出馬を断念し、 市長選への出馬を表明している元市議の中川、カン太の支援に回ることが報じられた。ありがとうございます。